おかえりなさい。今日退院しました。近くで見ると顔でっかく見えるな。全体で見ると、いや、でっかいな。顔大きくなった気がします。はい、入りよとこれ。はい、押しました。押したよ。ちょっとどう、これちょっと触ってもいいよ。大丈夫？うん。本当に入れるよ。分からん、分からん、その熱くないけど、オイラ的に。大丈夫？反対じゃない？反対？入れにくい、逆にやった。それだからこれあるらしいよ。出ましたらいかなくなったらいいよ。これが新しいものですか？何度？ん？38ぐらい。反対が良かった。反対？うん。こっちが良かった。寝にくい。なんか出産するの？これ38。7でいいかな。あ、泣き止んできた。飲んできた、びっくりしたじゃん。なんか匂いがあるの。うん、サクサクしちゃったね、こうして耳を入らないの。入れにくい下やった。へそ隠れとる、しちゃで、股間も。なるほどね。ラッキーな。テーブルの上にする、ことか。うん、てか、入れにくい、これ。やばい、腰。痛めると思う。私ができるようになった方がいいですね。うん、やってみても腰やばい。やっぱ大じゃん、大の上じゃないと。なるべく早く終わらせよう。うん、かわいそう。そうそうそう、なんか下行ってくれ。これがあるよ、ここ。大丈夫かい？終わったよ。終わりましたよ。よいしょ、お疲れさん。ちょっとずつ慣れていこうね。はい、バイバーイ。顔がうんち出る前の顔ですね。もう覚えましたよ。はい。もう出ます。ブリブリ言ってます。出た、うん、もう出そうですかね。もう出る。それ多分目に良くないよ。もう出る、もう出る。すっきりした顔です。出ましたか？出たそうです。よかったです。肌荒れがちょっとすごいね。すぐ治ってください。